くん優勝シャリクイズ。これだから日本全国誰でもいいね。誰でもいいです。 IMG クリニックを、開催します。ちょっと目がいや変わらないです。目が垂れてきてもともとです。チャーシューも食べました。めっちゃ食ってるやん。美味しかったです。アメージって言ってた、感動してたよ、こんなに美味しいもの食べたことない。チャンネル登録お願いします。それでは聞いてください。ちがらく第1位。2023年全豪オープン優勝シャテクイズ。ちょっと待って待って、サングラスこうから、こうもう一回全然サングラスなんかついてる。2023年全豪オープン優勝シャテクイズ。はい、毎度お気に T スタイル26テニスクラブの竹志コーチです。中原ポーチです。はい、動画を見ていただいてくれてありがとうございます。私たちは福岡県で3校の、テニススクールを運営しており、5歳から80歳までのジュニア、大人、シニアの会員さんの、テニス上達のサポートをさせてもらってます。でスクールの他に、テニスショップや、試合運営、イベント企画、オンラインサロン、YouTube、もやっておりますので、よかったらホームページをご確認ください。今回の動画は、全豪オープン優勝シャテクイズの、予想動画となります。これを見て皆さんが明日までに、予想をすると、予想していただいて、で投票すると、はい、いうことね。はい、急ぎましょう。はい、投票方法が、動画のコメント欄に男子女子の優勝者準優勝者の合計4名を、入力していただいて、投票してもらうと、でチャンネル登録が、必須条件となってます。前回の動画ね、前回の動画ですね。前回の動画のコメント欄に優勝者準優勝者の4名、はい、入力をお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあ概要欄にねリンクを貼りますので、はい、分かりやすく、はい、お願いします。で商品がですね、男女優勝者準優勝者の4名全員的中された方はT スタイル26で使える商品券1万円分を、プレゼントします。男女優勝者2名的中された方は、5000円分の商品券で、男女優勝者どちらか1名的中したら、2000円分の商品券をプレゼントします。はい、はい、これだから日本全国誰でもいいね。誰でもいいです。商品、テニス用品を何でも買えるからね。そうですね、はい、でもちろん福岡の人はレッスンでもいいし、グループレッスンでもいいし、プライベートレッスンでもいいと、はい、いうことですね。はい、まあ、もちろん商品買ってもいいね。そうですね、はい、で投票は、はい、お願いします。投票は無料で誰でもできますので、はい、チャンネル登録をお願いします。はい、お願いします。ここで、一つちょっとお知らせがあります。1月の、28の土曜日と、29日の日曜日に、IMG クリニックを、開催します。はい、これが何年ぶりなんですか？だから2019年ぶり、2019年4月。4年ぶり。うん、4年ぶり。その IMG、アメリカの、フロリダにある、IMG クリニック。錦織圭選手が所属してるね。はい、クリニックの、コーチが、来日して、福岡の会場で、一緒にテニスクリニックをしてもらえると。でこれで最新の、テニスの、技術や、情報が、ここで受けれると、で大人の方もジュニアの奥さんも、始めてから、経験者の方まで、皆さん全員受けれる形になってます、はい、ただもう先着順なので。そうよね、もうだいぶちょっと埋まっちゃってるけども、まだ空きがどっちもありますから、はい、ぜひ参加してください。はい、はい、その T スタイル26との、その IMG とのつながりって、中原コーチがあれですよね、2015年に IMG に行ってるんですよね。うん、でここにちょっと写真が、中原コーチと、ジュニアが、ちょっと若いよね。ほんまや、年取ったな。
ちょっと目がいや、変わらないです目が垂れてきちゃうか元々です元々ですあ、ニック、そうニックそうね、ニックが去年亡くなったんだよね、92歳でもう一回会いたかったね。そうですね、これで錦織選手と中原と違うツーショットで写ってる写真、うん、ね、錦織圭選手もね、怪我でちょっと出れてないけど、うん、もう一回見たいですね。そうですね、うん、で、これでジュニアの子を連れて、うん、何人ぐらいで全部でね、その時は30人ぐらい、沖縄から北海道までね、あの全国の子供たちが集まって一緒に行った、はい、うん、これ何日行ったんですか。は2週間。2週間、うん、これ2週間でいくらぐらいなんですか、そのキャン、その IMG のキャンプ。ああ、それはもう、為替によるあ、為替とか、あとは、何プランによる。ああ、そういうことね、うん、どういう、サポートを受けたいか。あ、だからもうプライベートレッスンとか、もうフルに受ければそれはもうすごく高くなるけども、まあ大体通常のプランだと日本円で50万から60万ぐらい。2週間で。2週間。あ、もうそれに、子供たちだったら食費とかもついてるから、うん、まあそんなに向こうでお金をさらにかかるってことはない、あんまりない、うんうん、し、うん、ものすごい安全なのね、うん、その IMG アカデミーで、うん、まあテニスだけじゃなくていろんなサッカーとか、うん、陸上とか野球とか、うん、バスケットとかアメフトとか、はいはい、アメフトが一番有名だよね、うん、アメリカでね、うん、でとかラクロスとか、ね、ラクロス、いろいろある、その施設内にもうみんなホテルもあったり寮もあったりするから、うん、でプロたちのね、うん、宿舎とかもあるし、うん、もうそこはもう全然別なの、もう別格のすごくいいホテルとかプール付きのホテルとかだったりね、まあリゾート地だからもう常夏だし、はいはい、ずっとずっと夏、あったかくてね、テニス関係はバッチリ、そうバッチリ、ただスコールとかね、こうちょっと激しい雨が降ることもあるけど、うん、ちょっとねコロナも少しね収まってきて、うん、やっとだからこう、それがそれからね、こう僕たちも勉強させてもらって、いろいろ向こうからチャリティーの話があったり、まあ、2018年に西日本豪雨災害があった時には IMG アカデミーからこっちで何かできることないかって言ってくれて、で2018年に、まあ、向こうのヘッドコーチの日本人がね、その当時3人働いてたけど、その中のヒサコーチが協力して来てくれて、で2018年にナジマ運動公園で100名の人に集まってもらってチャリティーを、でその時にこの前の平松慎之介プロとかね、もう手伝ってくれて、ね、でその集まったものはもうみんなボランティア でやってくれて、まあもちろん我々もね、で全部寄付をして、うん、だからそういうのもやってくれたりね、すごくやっぱりこうそういうエモーショナルなこう人助けとか、もう人のためにっていうのはものすごい強い人たちだよね、うんうん、でそれからまあ、2019年かにピーターっていうこっちがね、うん、来てくれて、ビーガンなんですけど、ビーガンってあのね、野菜しか食べれない、そう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 、そうそうそう、なんかそのお肉は食べれない、そう食べたくない、うん、でちょうど令和になった時、はい、令和元年だったから、はい、太宰府とかこういろいろ観光連れてってね、はい、でその時にこう日本食の展示とかって、お魚とか味噌とかね、はい、こうまあお魚も食べたくないらしいんだけど、すごあのなんかね、こう野菜のおひたしとか
そういうのにすごく興味持ってた。へえ。日本社会ってのはすごい喜ぶでしょうね。うん、うん、でその後なじま運動公園でねまたクリニックしてくれて、ちょっとそういうストーリーがあるという、うんうん、その後ね、まあ、ビーガンなんだけどラーメン食べに行って豚骨ラーメン豚骨ラーメン食べたんですか。豚骨チャーシューも食べました。めっちゃ食ってるやん。美味しかったです、うん、アメージングって言ってた、感動してたよ、こんなに美味しいもの食べたことない、たまにはいいでしょ、うん、でビーガンなんだけどねチャーシューも食べた、食べるやんみたいな、そういう面白いエピソードで、ね、うん、でまたそのピーターが来てくれるんで、あ、いいですね、うん、また豚骨ラーメン食べに行こうかな。明るい方なんですか。うん、まあそんなに明るい、すごい真面目、真面目、うん、真面目な、しっかり教えてくれる、うん、あ、いいですね、コーチです。ぜひ皆さんも、うん、はい、1月28日と29日にありますので、はい、ぜひ参加してください、うん、ぜひね、異文化とかね、こう、やっぱり日本人のコーチたちが日本語でね、教えるのもすごくいいんだけど、僕らもこう、IMG の資料とかね、こう、新しい情報を入れて翻訳してっていうと、やっぱりね、一回こう、なんかシンプルになる気がするね。だからこう、そういうのをね、すごくいい、あの、日本人で日本人ばっかりで生きてるから、ちょっと海外ちょっとこうね、ニュアンスが変わったりね、こう方向性が変わるとなんか新しい気づきもあったりするから、それはもうものすごい感じてる、うん、ちょっと日本語ってなんかややこしいですもんね。うん、まあでも日本語しか使ってないからね、みんなね、まあ俺も喋れないけど、そう、英語はね、だからでもこう一回こう翻訳したり、こう違う文化が入ってこう違う言葉を翻訳したりすると、うん、わーっていう気づきがすごくある気がする、うんうん、だから同じこと言われててもね、うん、あ、こういうことだったのかってい こう点と点がつながるっていうのはよくあるから、うん、すごくいいと思うし、で子供たちとかだったらね、やっぱそれに、ピーターが来るとか向こうからコーチが来るっていうと、うん、英語喋りたいとか、うん、なんかこう挨拶の勉強したりするじゃん、うん、いやそれがいい、確かに、そうね、面白いよ。ジュニアの、ね、お父さんお母さんも、うん、海外留学とかもしね、お子さんが、ね、うん、英語に触れたいとか、うん、そういう機会とか、それ学ばせてあげたいっていう方いらっしゃったら、うん、ぜひ中原コーチね、海外留学アドバイザー、うん、ぜひぜひ相談してみてください。お願いします、はい、サポートします。はい、男子のドローと女子のドロー、はい、シード選手をこう分けて入ってますけど、うん、もう投票してもらうときはこの赤色の枠と青色の枠それぞれ一人ずつ書いてもらったら OK です、うんうん、優勝、準優勝ね、はい、こっちから優勝、準優勝って出ないからね、出ないです、はい、今回主要選手の、シードがついてる選手をホワイトボードにまとめました。で1位がナダル、うん、2位がルード、うん、3位チチパス、うん、4位がジョコビッチ、うん、で日本人選手が今回、うん、男子が、3人出てます。すごいすごいですよね、マジすごい、うん、31、まあ、しかもシードついてるから、西岡選手やりましたね、うん、マジで、うん、西岡選手がナダル山ですね、うん、これ見たいですよね、うん、2回勝って3回戦でナダルと当たる可能性がありま す, です、ね、でダニエル太郎選手が1回戦勝ち上がれば2回戦でショップアルフ、これだ、で綿貫選手ですね、は1回戦がコルダ、いやリンデルネック、あ2回戦か、2回戦です、ね、2回戦でコルダと当たる可能性がある、で3回戦でメルドリシュわあいいね。まあね、綿貫選手は予選を3試合勝っての1回戦だから、まあ、次は4試合目です。めっちゃ体大きいですよね、うん、トレーニングの動画結構上がっ
ってるんですよ、インスタとか。ああ、そうなんや。すごい。もう作ります。楽しみね。ルブレフのとこにティームが1回戦立てるんですよね。ワイルドカードね。ワイルドカードで、うん。あとマレーがどっかのこない。そうですね、マレーが。マレーがこうか。そうなんですよ。マレーがベレッティーニと1回戦で当たるんですよ。マレーが49位。ここ結構削れるんですよ。でワウリンカが、おお、ワウリンカ、オジアリアシムの山なんですよ、うん、1回勝ったらオジアリアシムが、おお、それも面白いな。でチリッチが欠場だったよね。チリッチ欠場、ああそうですね、怪我で欠場ですね、うん、そうそう、僕結構今回来るんじゃないかと思ってるコキナキスが、うん、フォニーニ山なんですよ。おお、フォニーニ、フォニーニも、フォニーニノーシードでしょ。フォニーニノーシードなんですよね。だベレッティーニ山にいるんですよ。うわー、ここ、ここ結構やばいんですよね。そうね。で、マレーもいて、フォニーニもいて。はい。フォニーニいて、コキナキスがいて、ここがやばい山なんですよ。まあ、でもルードとベレッティーニは硬いやろうな。で、ブルックスにいますから、ね。あ、ここにルードのとこ。へぇ、ここにブルックスに。ズベレフが今回戻ってくるんですよ。もうほんと大丈夫なんかね。ねえ、結構足、うん、すごかったっすよ、うん、これ去年の全仏で、そうね、ナダルとやっててね、どうなる、うん、ちょっと楽しみやね。でナダルと練習してたもんね。そうですね、うん、すごい。じゃ女子行きたいと思います、はい、第1度シフィオンテですね、うん、で2位ジャバ、うん、ここはもう去年とほぼ変わらずですね、うん、で、3でペグラ、うん、で、4位ガルシア、うんうん、でガルシア推しでいこう。日本人女子で、内島萌香選手がここに、うん、ワイルドカード、ワイルドカードで21歳。え ?1 回戦、いや、1回戦じゃないです。ここがチンウェンっていう選手と1回勝って当たるんですよ。でガウフとは 2,、まあ、2回3回戦で当たる。3回戦で当たる。あ、難しいかな。ガウフがシニアコバと当たるんですよ、1回目。で、ラドカヌもいるんですよ。え、ラドカヌが？ラドカヌはここでノーシードにいるんですよ。へー、あ、そうなんだ、うん、ここちょっと。フェルナンデスはシードじゃない。シードじゃないっす。へー、フェルナンデスはガルシア山ですね。おっと。でフェルナンデスがいきなりコロネ姉さん。おっと。1回戦。1回戦です。コロネ姉さんはね、もう1、2回戦強いけどね。ここもちょっとやばい山です。いや、ガルシア行くよ。ただまあ男子もね、うん、さっきのこうちょっとシード落ちてる実力者が。そうなんですよ。ちょっとポイントよね、はい、やっぱりトータル的なスタミナでね、あ2週間戦 う, そう、ねまあ、男子は5セットだし、うん、女子も3セットで、うん、あ2週間戦うから、うん、やっぱりまあこのシード選手は、うん、あ2週間こうだんだんこう調子を上げていきたい。そう、ね、長い普通のツアーって1週間だけどね、うん、グランドスラムも2週間だから、うん、長いスタミナをこうとか集中力を上げていくことを考えたいんだけど、やっぱその最初にね、うん、その実力者が1回戦2回戦にいるとちょっとこう削られたくないし、うん、でも力出しておかなきゃいけないしっていう難しい面白い試合になるね、うん、これで姉さんいつも荒らすもんね、うんそう、まあそこで勝つかみたいな。まあだからコルネも1回戦フェルナンデスなら出さない関係ね。面白いね。サバレンカがこの間の試合優勝してるんですよね、うん、もうここちょっと調子が良さそうな、うん、でガウフもこの間優勝してるんですよね、うんうん、ダブルスも行ってなかったですね。すごいな体力ね。でバドーサが欠場じゃなかったっけ。そう、ここがちょっと欠場のニュースが出てました。そう今日ね、ここがちょっと
が変わる。どうなるんですかね、バードさん。もうでも決定だからこれ消しとった方がいいんじゃない。あ、そう。じゃあここは見なし。うん。皆さん、バードさんは出ないんで。うん。まあもうドロー決定した後だから、うん、その次の順位の人が入るかな。だからこれどこ予想します。まず男子、男子、男子はやっぱりジョコビッチ硬いでしょうね。去年でナダルですね。そう、でも出てないから。そう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 、そうなんですよね。入れなかったからな。ちょっと今ナダル落ちてるような感じでしたよね。ような雰囲気、雰囲気、うん、でもそれでもグランドスラムいつも強いから、やっぱ経験と今までの実績でいくと、やっぱジョコビッチ、ナダルっていうのは外せない。僕アルカラス出るんですよ。そうね。でアルカラスはまあね、去年はもうジョコビッチも出てない大会も多かったからね。だからアルカラスも今年ちょっと本当の進化を発揮する、試される年になるんじゃないですかね。中原コーチの20丸。ああそうね。で、ここは丸。ああ。たけしは？シュワルツマン。シュワルツマン、最近あんまで感じてないですよね。いや、でもこの山は、いけそうな。チャンスはあるよね。すがす。そうそう。うん。運動もいいですよね。うん。まあ、ベスト8。まあ、でも僕はここを押したいんで。うん。僕はこの丸を。シュワルツマン。すげえ好きなのはブゼッティ買ったじゃないですか。うん。ブゼッティクレーなイメージ。確かに。まあでもやっぱりジョコビッチ、ナダルがまあまあここでね、うん、で去年の末の調子でいけばティア4とか、あまあだからティア4がここがそのナダル山にいるっていうのがちょっともったいない。そうですね。うん。でその去年の勢いでいけばルードとか、うん、あとはキリオスとかね、いいところにいるから、はい、まあキリオス、ルブレフ、うん、まあシナーもね、うん、15だけど、チチパス、次のシナー、うん、そうね、チチパス、シナー、まあノリーもね、ロジャー・リアシムがちょっと落としてんだよね、去年の末から。そうですね、チチパスって安定してます。そう、チチパスは4位とかね、ベスト8ぐらいずーっと安定してるから、ほかな、うん、まあチチパスもね、ずっと我慢してる選手だから、うん、 そうですね、そろそろね、こう輝いてほしいね。ルードでしょ、安定の。ルーネ行かないですか。ルーネはね、まだ経験足りない、足りないと思うね。だいぶみんな分かってきた。大穴シナーとかね。でここが黒さん。で俺ティア4もあると思うんだよね。ナダルに勝っちゃったら、ああチャンスあると思う。メイドベージュもそうです。メジェホンなんかこう、かつての勢いがこうちょっとね、なんか攻略された感ある、うん、あの後ろからつないでパスっていうのはね、なんかちょっと攻略された感あるけどね。ティアホーバツでしょ。ティアホーバツ、うん、ナダルに、ナダルがちょっと山だけど、うん、ナダル勝ったらベスト4やろ、うん、うん、そしたらこっちにしねの勝ち上がりによってはチャンスあるな、うん、こっちはジョコビッチだと思うんだね、なんだかんだ言って、まあ、ルブレフもあるけど、こっちもフリッツもあるけどね。そうそう、ズベレフはないと思うんだけどね、ちょっとまだ、あまだ本調子じゃないんじゃないかな。期待を込めて、うんうん、で19歳、はい、もう20歳、どうかな、19じゃないですか、メロデージェフ、これ
ダーも行ってほしいですよ。うん、いやコルダーあるかもね。コルダーちょっとここが調子いいですね。うん、シャポバルフもあるし。そうなんですよね、うん、まあフルカチももちろん、うん、でそこはちょっと日本人がねどう絡んでくれっていう、ちょっと試合見てみたいです、ね、うん、楽しい。女子、はい、女子なんだかんだシビオンです、ね、そうやね、シビオンティク安定やね。でサバレンカでしょ。サバレンカ、サバレンカ、ジャバジャバ、これナイバサンド、ここはこの2人の勝負だな。まあでもベンチッチもいいからね、チーム NX。 でもキーズも上がってきたからね。キーズのスピンサーブが好き。どういうとこが好き？綺麗したから。サカリ、そうね、キーズとサカリみたいな。あ、でもアザレンカも深く、うん、でも十分すごい、うん、すごい。どれがクロスどうかな。でもこっちサバレン、あ、ガルシアね。まあさっき言ったようにちょっとね、こう混戦模様ですけど、まあでもここでガルシアか、こっちもね、バドサがいなくなったからオスタペンコも上がってくるかもしれない、うん、オスタペンコガウフとかみたいな、ね、打ち合いを。黒三角と三角ってどっちが上なの？白でしょ。白、あ、黒三角が上か。黒三角が上や。三番手方がいい。ああ、じゃあこれじゃん。そうね、じゃあルードが黒三角、シナーが4番手か。それもちょっとあれだけどな、難しい。まあ難しいよね、うん、いいね。で、あ、ここが、いやでもガウフが黒三角でいいんじゃないかな。2番、うん、あ、じゃあ3番、3番、3番、うん、で4、うん、でまず欲しいな、欲しいにしとく、はい、欲しいは何？欲しいが、白三角の下で勝てる可能性がある。ああ、ある。じゃあたけしは？うわ、優勝は、ここ、そう、前回調子のいいサカーリン、うん、ここがあると、ね、なんか来そうな、抜けたらね、うん、アンシフィオンティクもちょっと落ちてる感があったんですよ、ね、この間負けてましたもんね、うん、調子悪かったな、うん、そしたら俺ガルシアが欲しか。そうですね、アナス、ね、ガルシア、まあ、でもリバキナ好きなよね。リバキナ のテニス好きやね。どういうの？早いよね、展開が。あ、確かに。で体も大きいし、うん、しかも可愛い見た目大事大事大事。黒三角、うん、むずい。これぐらいいかんかな。うん、あとはみんなちょっとね、好きな選手ちょっと、そうですね、うん、
まあ、またここにない選手もちょっと出てくるかもしれない。そうですね、分かんないんですよね女子はもうマジでノーシードが上がってくるかもしれないから、ちょっとやっぱドローね、もう一回みんなを見てもらって、うん、考えてください。ベンチッチかな力を持ってるね。そうなんですよ、ただ分かんないね、マジで分かんない穴、あ、ほら星も分かんない。それでリバキナにもちょっと星つけておいて、あ、悪い、ここ行きたいですか、ね、もうファン要素が強いですよ。オスタペンか、うん、いや、あると思うよ。はい、こんな感じですかね。はい、はい、うん、赤丸が中原コーチの推しです、ね、うん、青が、たけしの推しですね、うん、はい、で、皆さん、投票してもらうときは、赤の選手と青の選手を、1人ずつ、うん、まあ、優勝か準優勝、どちらかね。まあ、でもこれ、シード選手と、まあ、日本人の選手をの知ってるので、うん、実際ね、上がってくるのはこれ以外の人もいるので、女子は特にもうノーシードの上がりが多いからね。そうですね、うん、はい、でね、大坂なおみちゃんも最初消息不明って言われたけど、あ、そうそう、ね、うん、あの猫会人ということで、本当すごいおめでたいですよね。よかったね、本当すね、本当よかった、みんな心配してたからね、どうなるんかなみたいな。こんな感じですかね、うん、はい、まあ、大坂なおみちゃんは来年の全豪から復帰と、うん、帰ってくると、はい、ということを言ってくれてるから楽しみですね。そうですね、今日の投票期間は、1月15日日曜日、明日の夜12時までです、はい、で、動画のコメント欄、前の動画、うん、概要欄にリンクを貼ります、はい、男子女子の優勝者、準優勝者の合計4名を入力してもらって、T-Style26 テニスチャンネルを登録していただいて、はいはい、もうチャンネル登録者数はおかげさまで1390400いきそうやね。おー、ほんとですね、うん、ぜひ皆さん徐々に徐々にありがとうございます。はい、ということで皆さんも、投票してちょっと一緒に楽しんでいきましょう。はい、はい、じゃあ今日はこの辺で、はい、じゃあほなさいなら、はい、はい、せーの、ほなさいなら。 T-Style26YouTube はチャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。それではまたねー。